用、リアタイヤ EN、アイススピードウェイ競技向けオートバイ用、フロントスパイクタイヤオートバイ用タイヤとはオートバイに用いられるタイヤを指し、そのオートバイのハンドリング特性に大きな影響を与える。オートバイは旋回する際に車体を傾ける必要があることから、自動車用タイヤのトレッド面が扁平なのに対して、オートバイ用タイヤは円に近い断面形状となっている。 その結果、オートバイ用タイヤの設置面は非常に小さく、名刺1枚分程度とも言われている。非常に小さい設置面積でグリップ性能を発揮させる必要があることから、個々の種類で目的に応じ性格の異なるゴム配合が行われている。車体を傾斜させる程度や頻度によって、トレッド面の摩耗は必ずしも均一ではなく、またその偏よりも一様ではない。 サイドウォールに近いショルダー部分にほとんど使用されていない領域が帯状に残る場合も多く、これを欧米圏では運転者の技量を示すものとしてチキンストリップスと呼ぶスラングも存在する。設置する頻度が高い部分は摩耗により、表層には常に新しいトレッドコンパウンドが表出するが、設置する頻度が低い部分は表面が経年硬化している場合があり、 このようなタイヤで硬化した部分が設置するほど車体を傾けて旋回するとグリップ力の変化が大きく転倒する危険性が高い。エンデューロなどではタイヤに空気の代わりにタイヤムースと呼ばれる発泡樹脂を充填してパンクを予防する場合もある。オートバイ用タイヤは用途や車体特性に合わせて様々な種類の製品が販売されている。四輪車用とは異なり、 前輪用と後輪用が異なるサイズやトレッドパターンとなっている場合が多い。パフォーマンスタイヤスポーツタイヤとも高いグリップ性能を持っている一方寿命が短い場合が多い。トレッドパターンは中央部から斜め後方に向かう V 字状のパターンがショルダー付近にごく少量浅めに刻まれている場合が多い。レース用に開発されたものもあり。 グリップ性能が高ければ高いほど寿命は短くなる傾向がある。中でもスリックタイヤおよびトラックタイヤは舗装されたサーキットでのレース専用のタイヤであり、種類によっては直進時よりもコーナリングの際に設置面積が大きくなるようなトレッド面や三角形の断面形状を持っているものもある。レース専用のタイヤは行動での使用は放棄により禁じられていて、 グリップ性能を発揮する温度も高く、一般道路での走行条件ではコンパウンドが温まらずにタイヤの性能を発揮できない場合が多い。レースシーンにおいては走行前にタイヤウォーマーで温めて使用される。スポーツストリートタイヤ行動走行のうち直線よりもコーナリング走行の比率が多い、よりアグレッシブなライダーのためのタイヤである。このタイヤはあまり長い耐久性を持っていない分。 高速コーナリングでのトラクションに優れている。タイヤ表面温度が比較的低くとも良好なグリップ性能を発揮する。その一方であまりにも内部に熱を持ちすぎた場合にはトラクションを失う可能性もある。トレッドパターンは中央部から斜め後方に向かう V 字状のパターンがスポーツツーリングタイヤよりも少なめに刻まれていることが多い。 スポーツツーリングタイヤ長い直線の走行、特に長距離のツーリングに適している。スポーツタイヤの中でもどちらかといえば、ツーリングタイヤよりのもので、直進安定性と対摩耗性を重視したものである。トレッドパターンは、タイヤ中央部から斜め後方に向かって、V 字上のパターンが比較的多数、深めに刻まれている場合が多い。 ツーリングタイヤ比較的固めのゴムを使用して、耐摩耗性を重視した設計となっている。また、広範囲の温度や路面条件に対して、グリップ力の差が大きくならないように設計されている。トレッドパターンは、雨天時の排水性を考慮したグルーブがタイヤ中央部に刻まれている場合が多く、ショルダー付近のパターンも、路面状況が悪い場合を考慮して、細部を織り混ぜた。 複雑なものが使用されていることも多い。クルーザー用タイヤ、アメリカン用タイヤとも、オートバイの中では大きく重いクルーザーの車重を支えるため、頑丈なバイアス構造が採用される場合が多い。特に、リアサスペンションが装備されている。その一方で、高出力化や高速化が著しい近代的な、クルーザー向けに乗り心地と頑丈さに優れるバイアス構造をベースに、 高速性能に優れるラジアル構造のブレーカーコードの概念を取り入れたバイアスベルテッドタイヤも用いられている。オフロードタイヤトレッド面がブロックパターンとなっていて、軟質ダートや泥、砂、グラベルでのグリップが比較的高い一方、舗装路面での性能は比較的低い。モトクロスなどオフロード向けの競技での利用を重視したタイヤは舗装路でのグリップ性能が低く、 寿命が極端に短いだけでなく、行動走行のための認証基準を満たしていない場合が多い。トレッドパターンは、オフロードでの性能とオンロードでの性能のどちらを重視するかの度合いによって、数種類が用意されている。詳細は、伸びタイヤを参照スクーター用タイヤビッグスクーターと呼ばれる、排気量の大きなスクーター向けのものは、前述のスポーツツーリングや、 ツーリングタイヤといったものに近い性格の製品が多い。小型スクーター向けのものは高速走行における性能を要求されず、長寿命や低価格を重視した設計となっているものが多い。ストリートハイグリップタイヤ一般的に、ハイグリップタイヤといえば、ナイフが短いものが多いが、ストリートハイグリップタイヤは、街乗りで重要とされる。 雨天時のグリップ力や制動力を高めながらも、ロングライフを実現した設計となっている。グリップ、ハンドリング、ライフとトータル性能がバランスよく、まとめられている。ビジネスバイク用タイヤ長寿命と経済性、低燃費を最も重視した設計が行われることが多く、縦溝を中心としたタイヤパターンのものと、雨天時に舗装されていない道路を走る状況も、 考慮された気候パターンの製品がある。さらに陶器でも業務が可能なように、スノータイヤも製品として用意されている。詳細は、タイヤ表示及び、EN、タイヤコードを参照オートバイ用タイヤには四輪車用タイヤと同様に、タイヤの幅、変平率、外形のほか荷重指標と限界速度を示す速度記号がタイヤ記号として表記されている。 オートバイ用タイヤのサイズ表記にも自動車用タイヤと同じクインチ表記とメトリック表記が存在し近年ではメトリック表記のタイヤが増加しているメトリック表記においては自動車用タイヤの場合にはタイヤ幅表記の元一桁には必ず5がつきオートバイ用タイヤの場合には下一桁に例が付記されていることで区別が行えるとされるラジアルタイヤや バイアスタイヤの表記法や扁平率、カーカスコード総数などの表記は自動車とほぼ同じである。もっとも一般的な表記は下記の順番で示される。この表記法の例をメトリック表記とインチ表記の両方で示すと次のようになる。一般に太いタイヤほど設置面が増えるためグリップを失いにくい反面。 路面抵抗も増加して燃費が悪化するなど、一般的な自動車と同じように、一長一短がある他に、オートバイ用タイヤ特有の特性として、ジャイロ効果が強くなるので、直進安定性が増して、バンクからの復元性は高くなる反面、バンクさせにくくなる。外形は大きいほど、路面の凹凸に対する、走破性が高い。ジャイロ効果が大きくなるので、 直進安定性が高くバンクさせにくくなるが、バンクさせた際に旋回力として働く要モーメントは強くなる。一方、体型タイヤは、車体寸法が大きくなりがちで、タイヤの大きさが、車体に占める割合が大きくなるので、手荷物スペースの大きさと取り回しやすさを重視する、日本国内向けのスクーターでは、小型タイヤが採用される。また、郵便や、 新聞の配達用に特化したビジネスバイクでも、小型タイヤを採用して、前後の荷台の高さを抑え、たくさんの荷物を積んでも重心が高くなりにくいように設計されている。オートバイは前後輪のタイヤサイズのバランス次第で、特性が大きく異なり、車種ごとにタイヤの太さや外形が設計されていて、前後でタイヤサイズに差があることは珍しくない。例えば、 オフロードバイクは前輪の外形が後輪より大きく、スーパースポーツなどでは前輪の方が外径が小さい。一般に前輪よりも後輪の方が太い傾向にあるが、クルーザーは前輪と後輪の太さの差が極端に大きい場合が見られ、ビジネスバイクや小型スクーターは前後のサイズが同一である場合が多い。オートバイ用タイヤは断面形状により、 車体を傾斜させた際の性質にが変化するように設計された製品もある。一般的なタイヤで広く用いられるシングルクラウン形状はトレッド断面の曲率が一定で円形に近く、車体を傾斜させても設置面積はほとんど変化しない。一方、カーブ走行時の性能を重視した製品にはトレッド断面の形状が複数の曲率で構成された。 ダブルクラウン形状が採用されることが多い。ダブルクラウン形状はフロント用として設計された製品に採用される場合が多く、トレッドの中央部分に比べると車体を傾斜させた際に設置する部分の曲率が大きく作られていて、カーブ走行時の設置面積が増えて、グリップが高くなるように設計されている。リア用は直進時のトラクション性能も重視されるため、 ダブルクラウン形状とせずにシングルクラウン形状とした製品が多い。したがって同じ銘柄でもフロント用とリア用が異なる断面形状を持っている場合もある。前後共通かつ回転方向指定が異なるタイヤのレーフロントとリアで同じものを共用できる銘柄であってもタイヤの回転方向をフロントに装着する場合とリアに装着する場合で逆の方向に指定する製品がある。 これは、前輪では主に制動時に進行方向と逆向きに強い接戦力が加わり、後輪では加速時の駆動力により進行方向に強い接戦力が加わる傾向があり、タイヤに求められる強度特性が前後で逆向きになるためである。オートバイ用タイヤのトレートパターンは、オンロードのパフォーマンスを重視したタイヤほど、よりスリックに近い溝の少ないものになっていくが、 行動走行向けタイヤの場合一般的にはウエット路面での排水性を重視してタイヤ中央付近に円周方向の溝が刻まれグルーブの左右に要求性能に応じて斜め方向もしくは横方向の溝が刻まれる斜め方向の溝は排水性を重視する場合進行方向に対して中央から外側に向けて刻まれる逆に排水性能は 多少犠牲になるものの変魔耗を防ぎたい魔耗性を高めたい場合には進行方向に対して外側から中央に向かって斜めの溝が刻まれる。実際には排水性能と耐魔耗性の複数の要素を同時に満足するためにグルーブ左右の溝の方向性は一律ではなく非常に複雑な形状に設計されることが多い。オートバイのタイヤは前後で外形。 幅ともに違うサイズが選定されることが多く、四輪車のようなタイヤローテーションは、ほとんどの場合行えないが、少数ではあるが、前後のタイヤサイズが全く同じオートバイも存在しており、このような構造の場合は、前後のタイヤのローテーションが行える。また、小型タイヤで路肩に近い部分を走行することが多い小型スクーターでは、路面の水勾配のため、 右側が変摩耗することが多く、回転方向を逆向きに付け替えて、寿命を延長することがある。ローテーションを行う際には、装着されているオートバイ用タイヤに、回転方向指定が、もともと存在しない場合には、単純に前後を入れ替えるだけで良いが、前と後ろで、正反対の回転方向指定がされている場合には、タイヤの回転方向を反転させた上で入れ替えを、しなければならない。 オートバイのホイールは四輪車のものとは異なり、車体への取り付けに互換性を持ちながら、サイズの異なるホイールを選べる機会が少ないため、容易にサイズを変更することはできない。それでも、場合によっては、フロントホークやホークブリッジ、スイングアームのような車体側の部品から交換して、タイヤサイズを変更する例はある。スポークホイールを白車種の場合にはリムのみの交換で、 ダイヤサイズが変更できるため、比較的良いである。ありがとうございます。